疲れ様です。アクセスがね、一回やればそっから売り上げを立てることっていうのは、まあもはや、まあ、できるかなっていうのと、あと逆ですよね。たくさんアクセスがあるよりも、どんなニーズを持ってね、どんな悩みを持ってアクセスしてきてくれたのかっていうところが、こちらのセールスのなんかそのチャンスではあるかなと思いますね。これね、逆の立場でね、以前麻雀店の閉店をした時に、まあ、お金がなかったんで閉店作業を一人でやったんですよ。内装を全部解体してね、スケルトンにするんですけども、本当になんかこう頑丈な壁にビルトインされたカウンターとかをね、本当になんか空手チョップじゃないですけども、自前のキックとかね、それからひっぺがしでなんとかバラバラにしたりとか、備え付けのものをこう取ったりとかね、あとロッカーとかね、従業員用のロッカーとかそういうのがあったんで、全てひっぺがして、で店舗の中央にドーンとね積んだんですよね。じゃあどうやって捨てに行こうかなっていう時に、その何トラック一杯何でもなんか2万とか5万で持って帰りますみたいな、廃材業者があって、まあそこに電話したんですよね。でそしたらそこが振り分けて下請けの会社が来てくれてね、で軽自動車一杯2万円で捨てますよってからね、軽自動車で来てくれたんですよ。でその時にもう全然軽自動車じゃ間に合わなくって、まあ、一応2万円だったんだけど、まあこれみんなで帰りにうどんでも食ってくださいよって言うから、まあ1万円余計にあげたんですよね。そしたらまあ軽自動車でこの軽ドラで帰る人が、今度は直接うちに連絡してくださいって言ってね、なんか名刺くれたんですよね。で見たところ、これ10トン車だったらあと残り全部入りますよってくれたんで、じゃあ10トン車でお願いしますよって言うからね。で結局、まあ、10万円ぐらいで10トン車やってくれたんですけども、それでなんか全部持って帰ってくれましたね。もう隅から隅まで、まあ、その模様をねちょっと動画に撮ったりとかしてたんですけども、助かったなと思いますよね。まあ、12万円で店舗の中の一切合切のゴミを持って行ってくれて、分別もしなくていいっていうね、どこに捨てに行ったのか全く謎なんですけども、まあ、不法投棄はしてないと思いますけどね、まあ、そんなことがあったなと思いました。まあ、その方はだから逆にセールスしてきたんですよね。ああまだ廃品が残ってるな、あとスケルトンにするためにこれも結局どっかに頼まないといけない時にうちで取っちゃおうぜみたいなね。で紹介業者をすっ飛ばして直接取引を持ちかけてきて、10トン車でね10万円だったらこれはもうなんか安いなと思ったんで お願いしましたけど、あ10トン車じゃないな、4トン車だったかな、まあ、どっちにしてもね全部入ったんですよ。そこに助かりましたよね。で持ち運びもやってくれたんで、狭い階段を全部持って行ってくれてね、なんかその4人ぐらい作業員が来てくれてね、なんか家族でやってるみたいですけどね、そういうのね。まあその家族にしてみたら1日の売り上げそれで10万ですから、今日は仕事終わったみたいな感じなんでしょうね、まあ、いろんな仕事があるもんですわ。で後から分かったことなんですけども、その廃材をどうしたかっていうのは、今度はね廃材を買い取る業者がいるんですよね。だからそこに持ってって幾ばくかにしたんじゃないかなと思います。まあ何千とかにもならないと思いますけど、何百円ぐらいでしょうけどね、なんか二重に儲けるみたいなね、まあ、そんなとこだったかなという、なんかそんなこと思い出したな。だからなんかこういろんなテーマでアウトプット無料動画を作ってる時に、そのテーマがたまたま、あこれ自分の悩み解決してくるかもしれないって当たった時に個別メッセージが来てね、その個別メッセージが来たらもう完全にもう決まったようなもんですよね、まあそのためにもさまざまなジャンルで今日もいっぱい動画をね上げていこうかなというところですかね。じゃあいってらっしゃい。